今回は1月25日の調整でやり抜きダメージボーナスがプラス3から4になったノーマル平のユサダを紹介するよ。素武力7ではあるものの武力プラス3の成り客ダメ長所を実質式1で使えるから効率よく使える良い攻略と思ったよ。敵の力を見誤ったか。あとは頼んだぞ。発射。ゾーンで切られる時が来たか。負けた。引き上げよう。お相手のレア里美も今回情報修正された1枚やね。号令持ちとしては高めの戦闘力で式5武力プラス4撃破時に流派がたまるノーデメリットの号令として優秀。同じクロノニコス式5武力プラス4の8カウント帯で素武力6なのにデメリットだけが残るレア三つ淵は何を思うんやろうか。まだ終わらないのか。臆病ではない。慎重なだけだ。発射。手を出すやつは骨の層の止まれは式を備蓄しやすいから各種映画計略と相性よく三国志大戦の炎章軍関軍に属するカードに使用感が近いからそっちを使ってた人におすすめしたい計略やね。赤は第1弾からノーマル超稲楽がおったし今作では炎章軍のカードが所属する紫じゃなくて赤が式バックの国なのかもしれへんね。発射。のんびりまったり行きましょう。世の秩序を正す。私が革新者となる。発射。電気解放。三の肩前期解放。ここまでか。主に侍敵を切る。流派発動。三の肩この主婦の覚悟を。たとえ火の中、雪の中。
骨も残らんと思え。あとは頼んだぞ。切られる時が来たか。かくで過ぎたか。発射。発射。秩序を正し、私が革新者となる。それ。人の手は借りぬ。やるよ、一族のために。のんびりまったり行きましょう。注意。発射。敵の力を見誤ったか。発射。流派発動。身の肩。見るがよい。この主婦の覚悟。身の肩。ご視聴ありがとうございました。